今日は平野翔と永瀬廉についてジャーニーさんが話すみたい。私は厚生労働省に行ってくるけどね。バイバイ。ちょ待てよ。ちょっと俺たちに話を聞いてほしいんだけど。いいよー。それすなの最終回の収録が終わったわね。5月22日を待たずにして少しずつ終わっていくね。そうね、分かっていたことだけど仕方ないわ。最終回の収録はどうだったの？あの二人は関西にいる頃から仲が良かったのに最後は大喧嘩よ。収録の時に大喧嘩したの？他のみんなは大丈夫だったの？スタッフやメンバーは涙で前が見えなかったと思うわ。そんなことある？それどういう喧嘩？最後に永瀬と平野が手をつなぐっていう演出が入ったのよ。涙を誘う演出だね。それに永瀬ができませんって突っ張れたのよ。どうして？仲のいい二人で終われれば最高なのに。永瀬は平野のぬくもりを感じてしまうと涙が止まらないと思ったのよ。それに平野はなんて答えたの？平野は俺手綺麗に洗ってるよって永瀬に言ったの。平野は言いそうだよね、空気を読まずに。平野の発言に永瀬は涙を流してキレてキモいんだよバカ野郎って怒鳴ったんだよ。今後永瀬が一人でキンプリをやっていけるかが心配だね。本当にね、あの子一人で大丈夫かしら。まるっと高橋のことを忘れているね、みんな。Thank you.